どうもお疲れ様でですすさん、えー、速軸の久保です、えー、今回はですね源平合戦につっていうのはねあのもう壇ノ浦の戦いっていうところで、えー、平家の軍を源の軍が打ち破ってですねそれからの時代をこう決めたということで知られているんですけどもなんとですね源の軍っていうのがいわゆる実権を握って日本を支配するわけなんですけども。 なぜかですね、平家の軍の方が結構ね、名所とか遺跡とか伝説っていうもので、各所にそのゆかりが残されてるんですよね。いや、不思議ですよね。表で政権を操っていた源氏よりも、平の軍の方が後々有名になってくるなんてね。ましてや、平家ガみたいなね、カニに宿ったみたいな話まで出てくるわけですよ。 で、その一環として実は私の地元菰之浦ですけどね菰之浦って街町にはこの源平合戦のがが落ち延びてでできた街が結構あるんですよでそもそも菰之浦っていうのはね聖徳太子が2,000年ぐらい前だから西暦700年ぐらいに、まあ、作ったんじゃないかと言われてるんですけどもただ聖徳太子が菰之浦に来た時にはすでに菰之浦があったっていうわけですから。 どのぐらい古い町なのかなってことなんですよそうですね今で言うと福岡港とかそれから神戸港ぐらいの規模だったと思います当時の日本がどういう形だったか分かりませんけどもただ京都を中心とした、うん、西日本を日本って呼んでたんでしょうね今でいう東京から北の方の東日本というのは当時存在していなかったはずですはいそれで 中心地が京都なんですけども西の要所として栄えてたのがまさにね蜘蛛浦らしいんですよね蜘蛛浦から九州とか四国そしてひいては北朝鮮に睨みを利かしてそこでねまあ船だまりっていうものをやっていたらしいです要するに、えー、海の潮が落ち着くまでその蜘蛛浦でね、えー、時を過ごすみたいなことになっていて え、船乗りたちの安全な航海とかね。それからあ、軍艦ですよね。軍に携わる船の安全をこう見守っていたという、そんな街になるんですよね。だから、友浦には宿が多いんですよ。商売が多いんですよ。それから、交易の拠点になってますんで、ものすごくね、豊かなんですよね。まあ、今となってはね、古い観光地の一つになってしまいましたけども、歴史深い街なんですよ。で、 そこに、源平合戦の後、壇の浦から逃れてきた平家の軍が、まあ、落ち延びてきてね、友の浦そのものではないんですけども、隣町の野戸原とかね、こういったところに潜んでいたらしいです。で、昨日は、源平合戦の古戦場の後っていうところに行ってきました。これはですね、田舎町の山奥の田んぼの向こうの獣道しかないようなところの先にあるんですよ。で、えー、現場の方ね、何にも残されてません。 ただ当時は城があって、そこに落ち延びた平家の軍が潜んでね、源の追手を待っていたということらしいです。で、源の追手がその城を落として、落城して廃城になってしまって、今跡形もないんですけども、その名残をね、感じてきたんですよね。いや、でも本当にね、千数百年前に、ここにそういった命のやり取りがあったのかなと思うと。 魂ををね感じざるを得なないかまあこの年になってね結構歴史が身近になってきました結構好きになってきましたで Google で調べちゃ現地に行くってことを繰り返すんですけども案外私の町にはね源平合戦の名残が多いんですよでだいぶ長い間楽しませていただいてますねここれかからもまだままだだ探していいうかと思いますそんな「歴史ちゃんぽう」のお話でございました それじゃあまた明日いってらっしゃい。